BAEATP ラジェス飛行場を離陸するシリアル ATA Air ーソースの BAEATPBAEATP とはイギリスの航空機メーカーのブリティッシュエアロスペースが開発したターボプロップ旅客機である。貨物機に改造されたウエストエアーヨーロッパの BAEATP イギリスで開発された双発ターボプロップ機にアブロ七百四十八があったがアブロの更新企業であった ブリティッシュやロスペースは1980年代に入り改め設計することになり製造されたのが統計式である748の胴体を延長した上主翼や機種部分を改め設計しエンジンも最新型に置き換えプロペラを6枚バネにするなどの改良を施したそのため仮に日本で言えば YS-11 を1980年代の 航空技術で近代化したような機体に相当する。1986年8月に初飛行し、1988年に、ブリティッシュミッドランド航空の商業路線に就航した。しかしこのクラスの市場には、デハビランドカナダ DHC-8 と ATR42 などといった先行する競争機種も多く受注は、振るわず、1996年に、 通算64機で製造を打ち切った。その後貨物機に改造された機体もあるが、現在も多くが現役である。機体を大型化し、エンジンを強力なものに換装し、航続距離を延長した工場型。ATP のプロトタイプを改造し1994年5月10日に、初飛行。続いて、量産型4機の製作が進められたが、 ATR-72 の生産に参加することになり1995年1月26日にキャンセルされた海軍向けの対戦相会機計画のみ、1986年に計画された早期警戒期計画のみ、ありがとうございます。